山田くんとルブ999の恋をする、星に。自分の彼氏のオスがネトゲで知り合った人族のメスの方に向かった後にコミュ障でイケメソのネトゲのフレンドだった人族のオスに乗り換えようと画策する情緒不安定な人族のメスが主人公のシナリオ。主に人族のメスが描くこの手の恋愛漫画をたしなんでいて、おまんじゅうたちあんこが思うことはあんこ湧いてんのかってくらい恋愛漫画に出てくる人族のメスは情緒不安定なのぜ。よくこんな生物が今まで生き延びてきたなと感心するのぜ。それと少女漫画に出てくる人族のオスはほぼ全員妙に小綺麗でマラがない感じが乙女漫画のオスの描き方なのだと理解。次にどんなにコミュ障で会話が成立しない相手でもイケメソだったら全てを許される、肯定されるというのが人族の特性だと理解。認知よりひでえのぜ。この漫画でもイケメソは積んで一切主人公のメスに興味を持っていなくてモブが声かけてきたり合コンできても全無視決め込む特化型の人族のメスなのぜ。まあこれは気立てが群抜に悪いクズメスでも器量が良くて若ければ大抵のノンケの人族はホイホイするから性別問わずに一部もしくは多数の人族の特性としてって意味ね。そんな感じで人族のメスの情緒不安定さをたしなみつつコミュ障のイケメソを手ごめにするまでを描いた作品。アニメ化したので面白いんじゃないかな。